素材は無駄にしませんよ。素材は無駄にしませんよ。で、これで、ああ、いいね、いいね。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。桜木人でーす。はい、明けましておめでとうございます。皆さん、はい。今年一番の動画ということで、モンスターハンターライズデモ版ね、来たんで、やっていこうかなと思います。はい。ということで、まあね、モンスターハンターライズの製品版の方も今年ね、やっていく予定なんで、ぜひね、今のうちにチャンネル登録、高評価、はい、今年もよろしくお願いします。ということで、まずね、もう、ニヤニヤが止まらねえわな。はい、モンスターハンターライズデモ版、やっていきましょう。いやーね、プロモーションとか見てちょっと情報が入っちゃってるのもあるけど、いやーなかなかね、新しいなんていうのシステムこういうのがさ出てて、なんかすげえ楽しそうだよね。昨日の生放送見てたんですけど、まあこのなんだ総流についてみたいな。はい、まあなかなかね楽しそうですね。でデモ版はおさいづちっていう新しいモンスターですね。こいつが初心者向けなのかな。で、あと、たまみつねですね、こいつ。はい。いやー、来ましたね。まあ、和風だから来るかなとは思ってたけど、いやー、こいつね、嬉しいわ。こいつの装備の見た目はもう最高だからね。はい。ということで、まあ、やっていきたいんですけど、これ行きましょう。基礎訓練クエストっていうことで。いやー、これね、もう操作初めてだから。あ、武器種は一緒なんだね。まあ、製品版買ってからね、まあ、いろんな武器やってみて、まあ、遊んでみようと思うんですけど、まずはハンマーでね。さすがにハンマーでいこう。はい。スタート。いや、マジね、もう今ニヤニヤしてるからね。すげえ楽しみだったわ。で、スイッチなんだよね。お、来た。つわものよ。こっちに来てくれ。あ、チュートリアルか。あ、よかった。ん、これは走れるね。スイッチだからさ、プレステじゃないから、ちょっと動きがね、コントローラーの配置とかが。むずいかな。慣れていかないとね。はい。ハンター就任おめでとう。いよいよ狩猟生活の始まりだね。おお。いや、マジちょっとね、声震えてるわ。今ね、顔がニヤニヤしてる、プルプルしてんだよね。はい。しかし、ここで、あえて狩猟の基礎を押さえるしよう。よし。キャンプの説明。ここはテント、装備や、アイテムの整理ができるよ。今回テントもすごいんですよね。なんか結構広い感じで拡張されてるような感じがあって。崖の下の、うおー行き先側が、はいはいはい。今回マップがもう最初から出てんのかな。フィールド上のものの位置が知りたいときは画面下のマップを見ましょう。なんかこれ、ワールドみたいな感じでテントもいろんな場所に設置とかあるんかな。L を押してる間はマップが、あーなるほど。あ、ポイントとかも出ると。あー、へー。やってみるか。あ、これで拡大されてマップが見えるようになると。で、スタートメニューから。あ、あったあった、マップ。なるほど。あ、これで、あ、なるほど。へぇ。あ、これ A ボタンを押すと、キャンプに移動しますか。あー、へぇ。いいね。で、ちょっとさ、これも。始めよう。ちょ、待ってよ。テント入らせろ。テント。あ、お供はないんだね。アイテムボックス。あ、音とかがさ、なんかいい感じだよね。なんかこの、ちょっと軽い感じのカシャカシャみたいな感じだよね。いいな、これ。もうなんかトライっぽいような感じの音だよね。この音好きだわ。オッケー。始めよう。崖下にいるぞ。俺、くさび虫を早速使いたいんですけど、こうか。これで。お、来た。あ、なるほど。もう一回やもう一回。
もう一回やらせて。あ、気になってんのがさ、あの切れ味バーの横のなんか変なハンマーのあれなんだろう。これで、ああ、バトル移って、ん？あ、回復はしてないのか。で、で、ちょっと待って、ちょっと待ってくれよ。あ、なるほど、あ、登れる登れる。これで、あ、はい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 。これ以上いけないのか。ちょっと待って、落ちちゃった。これむずいな。むずいな。始めよう。あ、そこにいた、そこにいた。いやー、マナ弟子。マナ弟子。ハキリムシを使った移動。あ、ここで教えてくれんのか。はい。挑戦してみよう。ん？ハキリムシという特別な走りかけ、鉄柱主義、鉄柱受け身があります。はい。で、時間経過。なんか今崖登った感じだとさ、なんかどうなんだろう、なか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 微妙なバランスで回復してくるよね。これ回復時間がなかなか絶妙だわ。ちょっとさ、あの、あ、まあまずこれやれとOK です。お、来た来た来た。元気が一番。さあ次はお供との連携。お供来てんのか。あ、来た犬だ犬。電光と雷号が、どっちが電光だ。あ、こっちが雷号な。うん、はいはい、登場。はい、なるほど。ちょっと待って、あの武器のさ、ちょっと武器のさ、おお、来た来た来た。なるほど。あ、これは1個で、あ、わかったわかったわかった。で、回復速度が結構微妙だな。で、で、ちょ、乗らせてくれ。乗らせてくれ。どうやって飲んだっけどうやって飲んだっけ。ショートカット。あった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 。これな。いきますよ。あ、結構早いな。これ、スタミナどうなん。結構いい感じだ。でもちょっとね、あのカーブしにくいかもしんない。あ、ちょっと走んのやめれば大丈夫か。なんか走ってる状態だとちょっと曲がりづらいね。行くか。あ、夜になっちゃう夜になっちゃう。やべやべやべ。これで R と L でダッシュと。なるほど。いや、アイテムとかも使えんだよね。アイテムはさあ、あ、これで移動しながら、なかなかむずいな。いやー、マナ弟子。キヒトダマドリがいるぞ。うんうん、名前むずいな。こいつに触れると、鼻結びに花粉が付着する。なるほど。うん、君のステータスを上げてくれるんだ。スタミナ、黄色いとスタミナ。はい。タンモンシロ、防御、あー、なるほど。虫によっての上がるステータスが変わるんだね。いや、これ覚えないといけないか。いや、なんかこれは色ついてるからさ、このなんかなんだっけ、この鳥みてえのは、あ、スタミナが5か。こっちは、あ、そういうこと？あ、そういうことか。これは、これ違う。あー、いいね。失礼。あ、乗りながら採掘できるわ。いいな、ねじれた骸骨。注目！注目。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。やらせてくれ。上にいんの？いなくね？あ、いた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 。順調だね。うん、もうちょっとかかるな。ハンターの攻撃量より、ああ、なるほど。基本的にはガルクから。モンスターの気配が近い。お前すげえな。体力が強い。もうちょっとね、あの上の方になんか緑の光があったから、あれ多分そうじゃないかっ
て、スタミナアップする、増やせる限度は装備している花包みで決まります。花包み、装備してる花包み。ああ、これか。旅家の花包み、二輪を、よくわからぬが、あれを取っていこうか。あ、これでヒットポイントが上がると。あとなんかまだいたな。なんだこれ、スタミナ消費計。おお、すげえじゃん。結構バフが。け、あ、一定時間なんだな。なるほど。いづち。ああ、あの、おさいづちのちっちゃいやつね。やってみようか。武器を構えるバット、バット。ああ、なるほど。あ、このうざい攻撃を継承してるのか。で、これどうやって貯めんだ。あ、貯められた、OK。で、力ダメを、あ、力ダメを、OK ね、いいね。で、ここで、ドンと。ああ、当たり判定は狭い感じか。ちょっと待って、あの、これね、キーの、ボタンの設定がね、ちょっとためボタンが。素晴らしい。一頭、あと一頭。早いな。ちょっと待ってね。なんかいろんな動きが見たい。わっ、ああ、これだ、これ。お前倒すんじゃねえよ。倒すんじゃねえよ、お前。剥ぎ取りを忘れないように。はい、まあいいや、とりあえず剥ぎ取るか。剥ぎ取り？ちょっと待って、いないんだけど。どこ行った？あ、いた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 。取らせていただきます。取らせていただきます。あ、声いいな。お得キャラも声いいかもな。無駄にしませんよ。素材は無駄にしませんよ。取らせていただきます。ちょっと似てねえな。尖った。うん、ちょっと待って、あの動きが確認したいわ。まずため、これで、なるほど、これでスイングで、これで、よくやったぞ。あ、これは一緒と。これでアッパーと。ん？あ、分かってしまったぞこれ。え、マジか。え、これ力ダメの状態と力ダメの状態じゃないやつを切り替えられるんだね。で、これで、あ、これ何？武器をしまっても力ダメ状態の状態が続くみたいな。あ、携帯が変化するみたいな感じなんだ、今回。なるほどね。で、これで、ちょっと隙が大きくなるけど、攻撃力が上がると。で、これアッパーで、止まりながらやるとこれで、よくやったぞ。ちょっと待って、ちょっと待てよ。で、これで、あー、いいね、いいね。はい。で、あ、これはよ、あ、これね、これ便利だよ。あ、あるじゃないですか。これ、これそうだよね。あれだよね、餅つきあるよね、これ。これ、餅つきじゃね？ちょ待って、あの、一回当てさせて。あ、当たり判定ないんだ。マジか。なんか、モンスターと戦うしかないか？あれ、自動ノートうざいな。自動ノートを、ノートしない。うん、これでいいか。これで、ちょっと、思う存分。よくやった。こっちの動きはどうな？あ、これ早いのね。で、まあ普通のアッパーと。で、ああ、普通のタメさんで、これ動きながらやるとどうなの？あ、これで回転が出ると。あ、これで、なるほど。あ、あ、見えたぞ、俺は。これ回避？これ、このなんか、これ何？この丸をさ、こう、シュッて。
あ、これ回避じゃね、これ。俺がさ、なんか言ってたやつこれ回避ボタンじゃないけど、回避ボタンだとこれで、あ、これでなんか切り替えられんのか。あ、なるほど、オッケー。これ回避じゃないのか。よくやったぞ。なんか携帯変化の動きなのか。まあいいや、つわものよ。すっかり夜になってしまったが、うん、ファストトラベルだ。マップを、あ、ん、マイナスボタンじゃなくねこれプラスボタンじゃない。あ、長押しか。あ、長押しか。長押しで、なるほど。オッケー。わかりました。さて、とりあえず話しかけよう。クエスト終了。さらばです。結構、あ、ちょっとこれ見たいな。あ、これ一緒だ。あ、この音いいね、これ。ギーって。おお。いや、なかなか楽しそうだぞ。はい、ということで、今回ね、今年一発目の動画っていうことで、モンスターハンターライズのデモ版やってみました。はい。まあ、今回ね、モンスターと戦うっていうより、まあ、動き、どんな感じの追加されたのかな、みたいなのが、俺ちょっと触ってみたくてやってみたんだけど、まあ、すごいね。デモ版からもうワクワクさせてくれますね。で、まあ、新しいモーション、かける虫とかさ、あと、ハンマーもさ、力ダメの、なんか切り替えみたいのができるようになってて、これいいな。これはね、すごい、楽しかったわ。はい。で、まあ、鉄柱試技もね、ちょうどちらほらやってみたんだけど、まあ、どうなんでしょうね。なんか動画ほどインパクトがないような気がするんだけど、まあ、あれだよね。使えたら強いんだろうね。はい。はい、ということで今回ね、こんな感じに終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい。で、まあ、モンスターハンターライズね、製品版の方も動画ね、出していこうと思ってるんで、まあ、ぜひね、今のうちからチャンネル登録、よろしくお願いします。はい。で、まあ、この動画ね、面白かったら高評価もよろしくお願いします。ということで、まあ、今回ね、ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。